観光スポット天沼湖のキャンプ場は今日も賑わっています。ほら、ここにも楽しい楽しい BBQ をしに来た大学生たちが踊る準備をしています。ほい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  BBQ、 ほい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  BBQ、 他のごちそう目をくれる瞬間中と四六時中、みんなで楽しく BBQ、 さあ今宵にも踊ろう。お前もよ、あれぐらいやる気を見せろよ。なんであなたは BBQ サークルに入ったんですか。いや、それはなんであなたは BBQ サークルに入ったんですか。まあ、踊る気力もなきゃ、やる気もない、バーベキューセットも持ってこない、あなたには BBQ をやる資格なんかないです。悪いことは言わねえ、食い物ってなんか出ていけ。それはできない、俺たちは観光客なのかよ。食べ物を巡るんだよ。マジガキ、俺も行くよ。誰もここで待ってて。え、待って、私も行く。ねえ、ちょっと頼んだわ。これ待ってて。苦労してるんだな。分かってくれた。だから私のことを守って呼ばないで。え、何、君の痛み、こっちだけ開けてくれ。マドンナ、無事か。おい、状況を説明するのだ。それがボンボヤージュか。そんな、まあ、助けられなかった。俺のエンジェルヒーロー、ビッグボーイ番長だ。ビッグボーイ番長、俺の行動にも依頼だ。俺は
あ、もう一人になりたかったんだ。映画見ていただいて、ちょっとこうね、いろいろ制御のつかないお客さんもね、いらっしゃると思うので、ちょっとこちらトークショーをこれからね、やりたいと思いますね。15分ぐらいですかね。ちょっとね、まぁ、今回映画でもちょっと僕にドロップキックをかましたの前半にそういうお兄さんがいたと思うんですけど、でも今回、ね、そちらにみんなゲストでお呼びいただいたんでね、ぜひこちらに、ね、来ていただきましょう。松井和幸さんです。知らない方ばかりで、多分あれなんですけど、その劇にドロップキックをかましたことです、ね。はい、そうですね、タレント、はい、役者、演出、脚本、はい、いろいろな、ね、肩書きをお持ちの方がいらっしゃいます。適当にちょっとやらさせていただいておりますけれども、このいやもう今日呼んでいただいて、いやいや本当に、もともとはそう YouTube で僕番組とかやってまして、そちらでインディーズの映画を限定して紹介してるようなやつをやらせていただいているんですけど、そこでたまたま見てね。そうですね、ビッグボーイバカの方ですね、YouTube で。そう、ビッグボーイじゃバカなやつがいると、これ面白いぞと言って、初めて見たのがきっかけでね。で、それで連絡取って、撮影遊びに来ませんかって言って、で、撮影現場の方にも結構自分お邪魔していく、まあ、今回第2弾目だったんですけど、第2弾としてね、はい、お邪魔して、そちらの紹介は別に YouTube 結構上がってるんですけどね。そうですね、番組として30分ぐらいの長めの特集していただいて。そうね、ただ、ね、もうちょっと自分もあれ今日あれ舞台の方から見たっていう方います？あ、もうほとんどです、ね、ほとんどの方も舞台から見に来たと、ね、まあただ一ついたのはもうお疲れ様ですっていう2時間もう15分ぐらいのボリューミーなイベントでございます、ね、びっくりするよね。頭ちょっと整理できない方もいらっしゃると思うんですが、私があ休憩かなと思ってね、思ったら特賞の方って頭整理できたら特賞するの。こういう話にするとね、少しなんかこういう人間なんだなみたいな、そうかなと思って、とりあえず、まあ、どこから整理してか、舞台から整理してみましょうか、整理してみますか、はい、まあ、どうでした舞台感想は。いやもう僕はね、そう好きなんですよね、その大野森っていう人間がね、はい、多分だ僕ちょっとひいき目で見ちゃうんですけど、ちょっと前半ねややこれ大丈夫かなって思ってたんですけど、ただ自分もちょっと舞台演出とかもやったりするんですけど、ね、一つすごく、あ、これちょっとパクろうかなっていうか自分もやってみようかなと思ったのは、口で効果音をやるっていうのはちょっと面白かったんですよ僕は。で、ただ徹底できてないっていうあたりがさすが高野森って僕は思ったんですよ。で、ちょっと効果音の整理を一回したいなって思ったのが、ドア頭にさ、こう真っ暗になるじゃん、はいはい、で、なんか戦争みたいなことがあって、あ、そうですね、戦場の魔界の戦いですね。一人だけさ、ずっとヒューン、ブシュってきたやつがえ、ブシュって何ってずっと思ったんだけど、そいつが、こうそっちのカーテンの方から光栄だから、ヒューン、ブシュってずっと言ってる。そのヒューン、ブシュって何ずっと誰が言ってたんですか、ね、もしよければ今、その名乗り出ていただいて、ヒューン、ブシュって言ってたし、ね、名乗り出てるかもしれない。お、全然分かんなかったの。ヒューンブシュって僕言ってないですね。僕トタタタタタ、あれ俺たまたま混じってただけ。定期的にずっとヒューンブシュっていうやつがね、ずっとカーテン越しに見え、あ、これだ、これだ、あれね、あれフィーンガシュンですね。フィーンガシュン、あれはロボットの、巨大ロボットのよく結構ロボットアニメ見てる人は分かると思うんですけど、アクチュエーターっていうなんかクローンじゃん、そう金属を、金属音っていうか、あれをやってたの。全然俺ヒューマンブシュだったから何か投げたのに最後に何か刺さってんのかな。ああ、なるほど、あ、そういうふうにも受け止めます。ああ、そうそう、だから効果音がなんかすごい徹底したらすごい面白いなって。だ最初のさ、会話中にグーって自分で言うのにさ、その自分のグーで人のセリフが聞こえないみたいなことがあるんです。逆にああいうことが多くてもいいのかなってすごく思っちゃったぐらい、なんか想像力をさ使うじゃないですか。最初何の音だろうってこっちは考えてもいいよって、それがああなるほどねって思っていくあたりからさ面白くなっていくのかなと思うんだけど、あとそうそう今日
こうやって全部さ見てさ、コウノモリっていう人間のこうワールドにね、こう皆さんがやったと思うんだけど、その僕はね、一つ二つだけね、分かったことある。お、うん、お、コウノモリっていう人はまず小道具を大事にしない。あそうそう、もうね、普通の美術さんだったら映画の子だったら怒ってると思うのよ。もうね、なんかこう石槍みたいなのさ、もう曲がってる時点で不安の要素が残るわけよ、こっちは。なのにさ、こうやってハーってこうついてるじゃん、折れてる、壊れてるやつで刺されてるやつはさ、もう痛いだろうと思うんだけど、でこうやって今度直すシーンになってる。これは絶対不可抗力だったじゃん。あれはね、壊れちゃった。あれなんだっけ、ウレタンですね、あれ素材確か。いや、素材は聞いてないですだからウレタンって分かってんだったら、こうやってあーってやるときに何かこう考えるわけ、こっちは。てかさ、もうみんな熱いから、お芝居が。今回思ったのなんか、あーみんなやっぱ熱いなと。だけど、それ考えないでみんなやるじゃん。だ舞台の方でもさ、あのメカがさ、今日最後じゃないよねってずっと思ってた。こんな壊すって。でもさ、なんかこういうのはさ、つければいいかなって思ったけど、中身もいくじゃん。で、俺ちょっと始まる前にちょっと話聞いた時に、あのロボットが外にあったわけですよ。もう出てくんなっていうのは俺は分かったんだけど、こいつ歴戦の重さなんですよさ。俺意味が分かんないよ、歴戦の重さが。初めて分かったよね。あ、こういう意味で歴戦の重さなんだ。いやね、やっぱりなんか僕ロボットアニメがすごい好きなんですよ。でなんか何ロボットアニメの何がいいかって、やっぱ破壊の美学っていうか、ロボットが壊れていく様をこう見るのがやっぱり見てるものとして快感になるのかなと思って、まあ、あのロボットに関してはもう徹底的に壊したいなっていうのは考えてました ね。中身の人間でしょ。そうですね。おあんなやる必要ないと思うよ、あの役者の人は。おあれボッコボコだったのね。あれさ、なんか入ってるのかなと思ったら、クッションとか何も入ってないじゃん。なんかね、結構ビビりながら行くの。しかもさ、なんか悲しくなってきたのかさ、その唯一のさ、段ボールがさ、あなたのクッションなんじゃない。ないさ、足をさ、こうやって意味が分かんなくてさ、ちょっと痛かったでしょ。痛いですね。途中から嫌がってたでしょ。本当に股間とか本当に普通に当たってくるから、ね、いや、向こうは分かってないから。あれね、でも何が一番怖いかってね、痛みよりもね、この絵がね、いや、俺も思ったよ。そうそう、皆さん、これね、大きい。やばいぞ、これ。値段が今50万だって。でしょ、これさ、この絵の目の前でさ、変なやつがさ、こんなのってさ、あの頭をさ、やれお気に召したのかさ、持ってったのに、この子が、もう取り戻してきてさ、こんなのってどこでやってんじゃん。何をやってんだと思って、でもね、大爆笑してた。本当意味が分かんない。やばいぞ、これ50万、これ20万、20万ですからね。丁重に扱わないといけない。そうだよね、でもあんまそういう気はないよね。いや、丁重に扱わないと。いや、当たってたもん、何回か。どうした？俺、多分思うよ。何回かやっぱ君たちの汗とかも飛んでると思う。ああ、結構これ、これ池がね、テーマなんだ。池がテーマだっけ？いや、分かった。池ですよ、深田さん。池がテーマっていうのはこれがね。そう、これ、ね、ごめん、さっきの作品が池がテーマと思って、あ、ごめんと思った。あ、でも池の恋っていうのは あったんで。あ、そうそう、あれ最後ちょっと気になったんですけど、あれってさ、最後恋が出てくるんだね。はいはい、あれって本当はあの画角に収めるようだと。あれは、どうでしたっけ、あれは。あ、書かれた、あ、そうなんですか。あ、ちょっと、一つだけ俺のわがままで質問に答えてもらっていいですか。こうやってあるじゃないですか、自分のものが、こう、書いたものが。それで、あれやられた時の心境、ちょっと教えてください。よくやるなっていう。あ、よくやるなっていう。ありがとうございます。あ、福原さん、福原英樹さんって言って、ね、絵をすごい面白い描かれてる方で、まあ、今回コラボしようっていう企画になった時に、僕の作品は本当にひどいですよっていうふうに言って、まず台本読んで、それから話し合いをしましょうって言った時に、すごい良かったって言ってくださって。でもよくやるなっていう感想ですね。ありがたいです。だよね。ただあれちょっと嬉しかったのがさ、ちょっと得したなと思ったらさ、ビッグボーイ番長でさ、ヤクザのお父さんが乗ってるさ、あれが生で見れちゃった。ああ、そうです。あれ大変です。稼働率半端ねえなって。使われるな。あれね、もともと運転できる方が役者だったんですけど、ほんとは車でこう向かってるっていう絵を撮ろうと思ったんですけど、その役者がちょっと正直言うと降板になってしまいまして、それはね、もっとそういうのを探すんだよ。そう、いや、ほんとね、もう時間も取れない、やばいって、ほんと1週間切ってるぐらいだったから、誰かいないのって、富田さんっていう役者さんなんですけど、富田さんがすごい心労使でしょ。そうそう、あれ、こういう番組のシリーズでずっと労使として出てきて、ね、今回初めて労使降板っていうね。
楽しかったです。本人はあまりやりたくないっていう意思があったので、どの役がやりたいっていうのが非常に大変な役でやりましたね。あ、それから彼免許ないから、それでじゃあ代わりのものを用意してますので、代わりのものはあれですからね。そういう舞台にも使われてたっていう。すごいよね、スーパーファミコンでさ、コントローラーでさ、操るのかなと思ったらさ、痛かったのかさ、きっかけ間違えたのかさ、もう本人たちが言う前になんか騒動とか出しちゃってる。あれおかしかったね。まだやってないんだけど、ちょっと歯磨きに一回転じてみる。まだおかしくねえだろう。そうですね、あそこはもう一回こう、ジャズってる感じ。そうだよね。この人バカだなと本当に思ったんだけど、やられてるさ、物理的な攻撃に対してさ、すごい幻想的な仕返しなの。そうそう、何も相手に投げてくれてないんだけど、カッパみたいなのがさ、いやいやって、この比率よってずっと思ってた。楽しかったな、なんか蹴られるのもさ、セリフ飛んだのかなっていうぐらいさ、なんか出てくるまで蹴られてるみたいな。あれひたすらやられようっていう。そうだよね、セリフさえ言ってしまえば次進むのにさ、なんか出てこないのか、ずっと蹴られるって言ってさ、もうダメなんだ。痛みがね、あれなんでしょう、3年前に、あ、そうです、あれ再演なんですよね、3年前。そう、だからそのどうです、3年後にこうやって演じてる。いやね、3年前はね、もうちょっといろいろ盾とかきっちり組んでやってたんですよ。あのセーフのきっかけでパンチとかで、なんか今回はなんかまあいろいろな、まあそういう運転も重なりで、まあ、彼もちょっと結構加減の知らない役者だったんで、なんか結構初日からガンガン壊していって、なんかそれが結構ねなんか、いいなと思って。あ、そうだったんだね、壊されるの。うん。あ、気持ちよくなってしまって。あ、そう。でもさ、僕、効果音でそのやるって言ってたから、あれもったいないなと思った。こういう風にやるときにヒュンとか言えばいいのって。あー、それね。うん、いや、なんかやられて、オーバーベッシュみたいなさ、うん。なんか常に効果音つけたら、徹底したらもっと面白いのかなとか。ね、そう思ったんですけどね、ちょっと面倒くさいというか、時間が正直ちょっとね、稽古回数あんまりなかった。今のは聞かなかったです。あともう一つ、これってリアル？あ、俺はね、今一応口紅ですけどね。なるほどね、つけてるのね。なかなか取りづらいやつなんですよね。すごいね。なんか、これはキスマークなんですね。で、あれでも、あれだよね、自分の奥さんがここにガンでぶつけたのは、あれはまあ、最後だったんだよね。あれですか、どうした？なんかね、おけがる時に頭カーンと受けたり、カーンって、本人がちょっと笑っちゃってたんだよね。ああ、そうですね。今日はちょっとなんか、そういうのあった感じですね。必死で気づいてないんだよね。そうですね。いや、でもなんかすごい必死で、これ。少ないですか、この人の頭の中って。意味がわかんなくて。こいつさ、なんか合体してさ、なんかやるのかなと思ったら、ずっとダダダダダダダって言ったわけですよ。何の攻撃かはなんとなくわかんないけど、なんかさ、こう、例えばダダダダダダダとか来て、デフト出したりするのさ、もうこれだけ、もう自分だけこうなっちゃってるもん。何も出すものがないわけ。そう、で、ダダダダダダダって言ってさ、なんか、なんとなくわかるけど、その時の聞かないわって言われたけど、そりゃそうだろう。出てくるものに対する価値観がさ、基本ないっていうか、でなんか本当にビッグボーイワンも今回 そのスーパーエキセントリックエンドショット、スーパーライジングエンドショット、ね、ショットを見た時もちょっと思ったのが、なんかね、自分の中でこう諦めがついた瞬間からクソほど笑える。なるほどなんか構えて、どういうことみたいなことじゃなくて、なんかもう、こう見なければいけないんだろうなと思って、なんか自分の中で諦めがついた時からずっと笑えた。いやでもまあ諦めっていうのは結構割とこの映画の方の裏テーマだったりもするかもしれないですね。撮影が本当にうまくいかなくて、後半の水上シーンも、もう30分ぐらいで船を壊れたりとかして、もう早く水上バトルでやりたかったんですけど、そうだね、面白かったよね。なんか最後にさ、お母さんみたいな人とさ、ビッグボスがさ、なんかこうやってる時にさ、どんどん船が離れていくんだね。そうなんですよ。おかしくてさ、小型船の悲劇なんで、これね、完全に俺も計算ミスだったんですけど、やっぱりハリウッドとか、ああいうのはちゃんと大型の船を用意してて、カメラでこうやってっていうね。やっぱりその、あれはね、そのカメラ用の小型ボートと、ガンマイク用の小型ボート、さらに役者の小型ボートって分けてやってたんで、その三つの船はどんどんやっぱ風にな、離れてたんだよね。すごい考えようだけどね。やってみてその現場で気づくっていう。そうですね。これないんだなっていう。で面白かったよ。おっぱいがさ、ブーっていくときにさ、右手絶対とこう見えてる。押さえてる人の手がさ、見えてる。あれは二人操縦なんですね。一人がおっぱい傘を支えて、もう一人が元は操縦してるっていう戦略。い
いやでもすごいね、あれちなみにさ、あのおっぱい星人っていうのは何と合体したらなっちゃったの？あれはね、獣の、なんとなくくちばし的にはわかんないけどさ、あ、まあ、一言ね、あの女優さんが言ってるんですよ、あ、言ってんだ、ミカエルって言ってて、ミカエル、あ、天使なんだ、なるほどね、もう獣っていうのはその実際にいるもんではないんだね、そうですね、あー、なるほどなるほど、そうです、あの天の真子っていうのは天の、天と魔って展開と魔界みたいな、そういうね、架空の世界をちょっとイメージしてね、うん、ね、でもこの方の映像をねちょっと見てもらうと本当に分かるんですけど、過去作品でも YouTube に上がってるからね見た方がいいですけどね、この人も隠さない何も、あ、ね、もう生音もね、ないですけどね、いやだってもうだっておっぱい精神のおっぱいがさ、こう安全ピンで止まってるのとか見えちゃう何で作ったのかネタバレしてるけれども熱演するじゃない、たまらないよね、なんか、まあ、ビッコイ番長がワンが、まあ、そういう感じなんですね、あのこぬいぐるみと、こんぐらいぬいぐるみとあのビッコイ番長がガチで戦うっていう、ね、テルテロスダークさんがね、かわいいぬいぐるみと戦ってるんですけど役者がガチなんですよねだから笑えちゃうっていう、で初めそれ見た時にあ、バカなやつがいるっつってね、ね、あの特集していただいてね、そう、そっか、そう、まあ、あれのなんか、まあ、リメイクじゃないですけど、改めてああいう根源的なものに戻ろうっていう意味で、そうなんだ、ね、あれをね、今日やったんだけどね、でもぶっちゃけどう思いました、俺本当に途中で思ったこと言っていい、はい、ビッグボーイ番長早く出てこいやって言ってたもん、ね、お前の話じゃないのか最後に出てきてはぁーってやってさ、それで倒せんだったらもう最初から行っちゃうかっていうさ、なんかお前はもう主演男優ですからね、そう、いやでもあれはもうビッグボスの話だって、あ、まあ、なんでこいつがこんなに熱く戦ってんのかっていうね、なんか長回しでね、はい、好きだよね、長回し、いや長回しはなんかこう生命力というかね、こうやっぱりこう舞台から始めた人間なんでね、なんかカットするのもありなんですけどね、なんかこうな長回しすることによってこう追い詰められてるんですよね、こう役者さんが、ね、追い詰められた中でこう出てくる潜在能力っていうんですかね、そういうものに奇跡を信じてしまいたいというか、あのそうですね、あの殴ってあの殴あおっぱいもんでね、あの殴ったりする時も仲間としてやったんですけど、そうだね、やってた、あれもすごいですよ、あれ多分最後の方のシーンで映ったかもしれないけど、本当池の周りに野鳥の会がいたんですよ、そうそう、あれね、本当は僕らなんかこうちょっとそこの通り道が十字になってて、でカメラでやりますって、まあ、それ一部始終ちょっと番組にも載せてんだけど、そのこっちでこうで要はこう十字になってるとしたら、ここの方でカメラテストを含めてみんなであのシーンを一回やるんですよ、で何回も何回もやるんですよ、じゃあカメラさんも来てテストなんつってでやるから、あ、ここなんだってみんながこういうふうに大体芝居を決めていくんですよ、しかも説明ないんで基本なんかこういう感じでっていう ね、 そうですね、でもう役者を全て頼ってやっちゃうん でちょっとよくわからないなっていう中でみんなでこうよしこういうふうにやろうって各々が決めたと思うんですよ、でよしって思った瞬間にじゃあ本番あっちやりますって言った瞬間みんなえーって言ってそう、どういうことっていうそのあれ今のこれ何っていうさ、カメラマンもいてさやられたらこっちも決めるのにさ、なんかもう、もうそれでそこにテストはないんだよね本番えーって言ってなんかみんなで番組見てあなんかすごいなんかね、すごい感じになってんなと思って、あの周りの空気がね、いやそうだよ、だって俺今日やっぱね、あなたの作品を見てて一番面白いのはね、その周りを通ってる一般人の人たちの生なリアクションって、やってるぜみたいな。池袋でよくやったら、あの奥ちょっとしたらお前交番だぞ。いや全然何も言われないですよ、池袋ってね、不思議な街で、9時ぐらいから1時間ぐらいだったんですけど、割と心の広いね。あれ俺この場所知ってると思ったあの見たと、そうですね、知らない、完璧人に見られてるのにあのビッグボスこの当てられてるよね、そうですね、そう、まあ、なんであそこで撮ったのか ね、 あ、 れね、あ、そうだ、あれさ撮り忘れたんだ、あれあのシーンだけ、それで湖に結構移動交通費かかったんで、でもう仕方なくじゃあゲームソロでやろうって撮ったんですよ、ね、そうだよ、ね、本当はね、冒頭 のメロンキャッチしてたじゃないですか、あの後にあのミュージカルシーンをあそこでやる予定だったんですけど、そこは抜けてたんで、別の場所であれを撮ったんですけど、なんか挟めないんですよね、あのメロン撮った後にあのシーンが、どうしようかなと思って、あのビッグボスが意識を失うところがあったから、あそこからあのシーンに撮ろうと思って、あれを入れたら、なんかね、もう、なんか感動的な感じになって、皆さん、そうか、個人的には非常に満足してるシーンでした。袋小路、ああ袋小路、いやかわいそうだぜ、なんか朝来てさ、いや朝来てさ、なんかこうお前セットがないじゃんってさ、あのサックス吹く人に言われるわけじゃん、でさこう最終的にあのおばあがさこう
コーラとさメロンを奪っていくわけじゃん。肉がないんだよそもそも。そうですね、あれね。そう、そもそもここにセットがあったとしてもおめえら何焼くつもりだったんだと思ってそうそう、それで BBQ やるぞって言ってるさ、あのビッグボスがさ、お前ら何がどうしてんだよっていう、なんかそういうツッコミがさ基本的にずっとあるんだけど、それがおかしいのよ俺。でもあれ本当にね、BBQ セット僕忘れちゃってあの時どうしようか。あれさ、じゃあそんなこと言ったらあの娘モモンガってさ追いかけられ損だよ、ね、いやどうしようかなと思って、じゃあとりあえず忘れたっていうことにして、で袋小路が本当にクズだっていう風になって、であいつがどんどんネガティブになって改善になるっていう感じでいこうっていう、うん、トラブルをこう、ね、前向きに受け止めるっていうね撮影法でした、あれは。あれだよね、毎回思うけどさ、余計なところいっぱい好きだよね。あ、そう巻きでございますか。最後に本当に聞いていい、はい、余計なこと好きって思ったのはさ、今日今回の舞台だったらさ、ヘリコプターから落ちてきた人がさ、急にこうさすに一人だけピンでこうやってさ語って死ぬじゃん、はい、そもそもお前誰やねんってこうまた思うじゃない。でもそうなるとさ、あの桃岡とヤクザの下りとかもそうじゃん本編と全く関係ないを掘り下げるの大好きだよ。そうですね、ストーリーってなんかあんまないようなものもあるんで、そうですね、まあ結構、まあ、桃が最初まあ主役級で書いてるつもりだったんですけどね、もともと彼女の話だったんですよ。あのビッグボーイマンはどこ行ったの？彼女の話と違ったんですよ、あれ確か。でもなんか結局、なんか、まあ、童貞キャラしかなんかこう感情移入できなくなっちゃって、ああいう映画になったっていうのもありますね。構想自体もちゃんとしてないっていうのはありますね、ビッグボーイ番長の扱われ方だったらそう思うまあでもあれウルトラマンですからね、ウルトラマンも3分間しか出ないですから、ね、ああそういう設定なの。ワンであんなに熱く出ちゃったからさ、いや彼はねやっぱね15分以上持たないですよ彼、ね、長編ですから芝居ができる人だよ、ね、いや失礼だろなんで彼を起用したのかっていうのね、この後話は。そうですまあじゃあ、あ、よく、最後、あ、宣伝とかもしございましたら、はい、なんか今後のなんか、松井さんの。ああ、いや、僕はもう本当に、あ、そうそう、もう自分で YouTube のその番組で、まっチャンネルっていうのをちょっとやらさせていただいてまして、まあ別にどんな意見でもいいですし、なんかその、まあできればあのチャンネル登録してくださいっていう感じで、まあ実製作、自分が面白いなと思った実製作映画でなるべく、まあ、いろんな幅広く面白くないものもあるかもしれないですけど見てて、でも自分はこういう視点で見たら面白かったっていうのをたくさん扱っているので、まあ、よろしければ見ていただいて、でそれを見た人とかチャンネル登録してくれたりすると、あの缶バッジが、あ、そうなんですね、缶バッジ、そうなんですよ、つい最近決まった、はい、ものなんですけど、まあよろしければっていうのと、まあこれから見るよとか言っても、あの缶バッジいろいろ履けさせたいんで、記念にもらってくれる人いたらもう全然もらってってくださいということで、はい、はい、こんな感じかな。